はい、どうも皆さんこんにちは。ユージャック代表の佐藤です。本日私はユージャック睦沢オートキャンプ場の方に来ております。はい、というわけで今日ね、今からエアストリーム改装作業やっていきたいなというふうに思うんですけれども、今日はこちらにね、エアストリームを事前に移動いたしました。まあ、ゴールデンウィーク真っ只中ということで、場内は非常にね、今にぎわっている感じなんですけれども、メンバーさんのサイトの真裏でこれからね、エアストリーム開拓作業をやっていきたいと思います。でもたくさんのね、ユージャカーさんが来ていただいてるんで、多分何名かはね、お手伝いしていただけるかなと思うんですけど、まあ、現状こんな感じですね。で、今日やっていく改修内容というのが、まあ、具体的にどんなことやっていくのっていうと、まあ、このね、ちょっと古びた感じになってしまっている扉とかですね、はい、こういうの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 、すごいなんか古ぼけた感じで、なんか汚らしさというか不衛生さがやっぱり出てしまっているので、この辺りの板をちょっときれいにね、張り替えていこうかなというふうに考えております。で、まあベニヤがねありますので、これとかを切ってね、貼り付けていってもいいのかなとは思うんですけど、ちょっとあのベニヤじゃ薄いかな、もっと分厚めのベニヤをまず仕入れてこないといけなそうな気はするんですけど、とりあえずね、この形サイズになったものを全部切り出していってから、こちらにあります、ヴィンテージワックス、こういったものを使って綺麗にね、オイルフィニッシュしていこうかなと思います。はい、でこの周りのやつとかは、このちょっとささくれだって、手をね、さっとやった時にトゲとかが刺さりそうなものっていうのは、サンドペーパーとかで表面綺麗にですね、削り落としてあげて、その上でオイルフィニッシュしていきたいと思います。電源直下から引いてこなきゃいけないんですけど、早速ね、作業やっていきましょうか。まあ、まずはこの戸棚関係ですね、外していくという作業からやっていきます。でもう今の時期ね、だいぶ蚊とかも出始めているということで、はい、ユージャックの新作蚊取り LED ランタン、中にはですね、虫除けオイルを垂らした状態でここにね、吊るしてファンを回しております。実際結構ね、室内いい香りしてますんで、まあ虫除け効果あるでしょう。万が一ね、蚊が入ってきても、アンチモスキートモードにして撃退してやりたいと思います。はい、それでは早速スタート。そしたらまず部材の調達ですね。車内にこのいい感じのベニヤが1枚あって、この厚さはちょうど良さげなので、何ミリだろう、12ミリですね。はい、12ミリ、まあ、ちょっと厚いよね。まあ、12ミリやった方がでもしっかりめのもの作れそうなんで、どっかだと多分ちょっと厚すぎるかな。扉は 9.8 ミリだから10ミリか。10ミリと12ミリの厚さのベニヤをまず一旦ね、ちょっと仕入れてこようかな。それがないと作業を進められそうにないんで、まずそれが最優先事項っていう感じでね、やっていきます。はい、そんなわけでね、ベニヤを調達してまいりました。厚さ9ミリのベニヤですね。ちょっとサイズ感がまちまちでありますけれども、多分これで足りる。それじゃあね、早速このあたり一体からね、作業進めていきます。はい、それじゃあまず取り外しからね、やっていきます。どんな感じかな。あ、釘打ちですね。釘打ち系なんで、これ大変だな。あ、わかんない、ちょっと待って、後ろ側にプラスが見えるんで、これはプラスでもしかしたら外せる。で、扉の方に関しては、プラスかな。待って、でも長板がね、なぜか、そうなんですよね、なんか昔のやつって結構マイナス使ってたりとかするんで、この辺もうまいことちょっと外しながらやっていきましょう。はい、まあ、一旦ちょっと取り外しからね、やっていきます。あ、プラスは取っ手だね。うわ、めんどくせー、これ剥がれんのかな。やってみるしかないけど、なんてやりにくいんだ。これはね、全部木ネジに入れ替えた方がいいっすね。非常にやりにくいです。はい、普通に木ネジなんで全部入れ替えていきましょう、後でね。はい、そんなわけでメンバーさんに手伝ってもらいながらやっていきます。さて、引き出しの一つなんですけど、この辺が外れそうな、おっ、外れましたね。はい、こういう感じで。ただね、ここがね、釘打ちなんですよね。釘打ちなんで、これ引っこ抜くの結構大変だな。なんだこのネジ、浅っ。なんか普通のプラスじゃない気がする。ネジ山がね、めちゃくちゃ浅いんですよね。なんかやっぱり1960年だとこういうね、妙なネジ使ってるんで、基本これマイナスで回していかないといけなさそうな感じ。マイナスドライバーがたくさん必要なんだけど、今1本しかないんだよね。で、今取っ手が外れましたんで、これね、ネイルハンマー使って外れるのかな。絶対無理な気がするんだけど、まず引っかからないもんね。
はい、ちょっと試行錯誤してみたいと思います。思ったんですけど、これね、釘抜いたりとかしてこの形に切ってってると結構労力もかかりそうなんで、木の内側って多分綺麗なはずなんですよ。表面がこう汚れてるだけなんで。だからこの表面をね、多分綺麗に削ってあげればそれでいいんじゃないかな、うん、強度がどうこうっていうようなものじゃないんで、ちょっとそれ先試してみましょうかね。それが一番手間かからなくて良さそうな気がします。試してみましょう。はい、そしたら今回ね、新しい道具を投入したいと思います。マキタのサンダーですね。はい、まあ、フィニッシュ系の、まあ、仕上げ用のねサンダーにはなってくるんですけど、これでゴリゴリと表面削ってできるかやっていきたいと思います。ちなみにこちらのサンダーですけど、番手が60番ね、付属のものを取り上げ使っていきます。結構粗めだと思うんですけど、これね、ピンタイプなんで、ここにね、合わせて、キュッとね、これはめちゃうだけで使えるっていうね、優れもんなんですよ。結構ね、安っちいやつだと、ネジ式のものとかもあるんですけど、こういうね、ピンでこういう感じでロックするタイプの方が、明らかに長くね、使うことできますんで、なんだかんだ言ってこの方がね、コスパがいいんですよね。じゃあね、ちょっと試しに削ってみましょう。あ、削れますね。っていうか、まず一回この表面の皮一枚剥いちゃおうか。これちょっと剥いちゃいますね。こういう感じでね。綺麗ではないけど、これ削ればね、多分ね、すげえ綺麗になると思うんですよ。これは複合板なんで、多分中にね、この木材用の糊が入っちゃってるとは思うんですけど、でもね、多分いい感じになるはず。よし、はい、どうでしょう。こんな感じでだいぶ綺麗に、ね、なりました。これをね、ちょっと表面にまた磨いていきます。はい、どうですか。かなりね、表面がツルツルになったと思います。半分だけね、こんな感じ、こんな感じで復活させてあげれば最後オイルフィニッシュで綺麗になると思うんで、残った部分も早速やっていきます。はい、そんなわけでこんな感じでね、ツルツルめっちゃ綺麗になりました。新しく貼んなくてもね、十分だね。だからこの上に今からね、オイルをちょっと塗ってやっていきたいと思います。この旧車周りはね、全部腐っちゃってるんですよね。バラの整備でもう嫌というほど思いしてるんで、もう頭だけ取れるとか潰れちゃったりとかするんで、そうするともう壊すしかなくなりますね。まあでも最悪全部のバールでバコバコ壊すことも視野に入れてるんで、はい、ただ綺麗にもし取れるのであれば取った方が楽なんですよね。はい、はい、そしたらですね、こちら先ほど T2 に行って購入してきた木材専用オイルフィニッシュ、ヴィンテージワックス、私の大好きなウォールナット色ですね。はい、こちらを使っていきます。発火にご注意くださいと。なんかね、この手のワックスって燃えるらしいんだよね。で、前回ちょっと掃除に使ったこれね、ボロ布で塗ってみます。試しにね、こういう感じでね。じゃあ擦り込んでみましょう。そんなに濃くしなくても多分良さそうなんで、ちょっとこうね、まあ、最悪二度塗り仕上げがいいかもしれないんですけど、まずね、どんな感じになるのかだけ試してみましょう。匂いはどうなんだろう。これフライワックス結構臭かったんだけどね。あ、これそんなにね、香り強くないですね。あの室内作業とかでももしかしたら結構使いやすいかもしれない、この感じだと。はい、どうでしょう。お、いいんじゃない、これめっちゃいい感じじゃん。いい感じ、いい感じ。じゃあ組み上げてつけていく前に全部ね、同じ作業繰り返してやっていきたいと思います。圧倒的物量の作業ですけど。
はい、今ですねちょっと作業してたんですけど、なんかねこんな感じでね、やっぱ古いベニヤだともうノリが効いてなくて、こういう感じでペロペロと作業中にね研磨してる途中にどんどん抜けてきちゃうんで、これはもうやっぱり板からね全部作り直しですね。はい、まあ、重なってるだけなんで多分9ミリのベニヤ2枚重ねっていう感じで、全く同じ規格でねちょっと作っていきたいと思います。よし、というわけでこちらね新品のベニヤ板ですね。はい、こういう感じでこいつからちょっとパターンを出していきましょう。平行な部分はそのまま使えると思うんで、合わせでね切っていっちゃいます。木目大丈夫かな。まあ見てみたら大丈夫かな。木目が分かんなくなる。さっき塗ってたやつが木目がねこうつくから横に入ってるんですよね、うん、で、はい、こっち今横向きに木目が来てると思うんで、このまま作業やっていきます。なんか厚い気がするね。え、いや、あれ逆、同じ9ミリでしょ、規格一緒だ。でもどうなんだろう、アメリカの規格だから9ミリじゃなくて、もしかしたら8インちょっとこっちの方が下の板に関しては薄いかも。2インチだからね。はい、そしたら事前に念のためですね、ここに扉がはまるかどうか念のため確認しておきましょう。まあ、大丈夫そうだね、こんな感じのクリアランスなら。はい、問題ないでしょう。はい、そんなわけで塗り終わりました。結構いい感じになりましたね。で、裏側も一応薄くですけど、塗っておきました。まあ本当は塗らなくてもいいのかなと思ったんですけど、まあ、一応ね、はい、という感じで、お、いいんじゃないですか。この周りもね、結局このまだおっとっとっとこの周りのこういう汚いところも全部これから削り落としてですね、同じ色に仕上げていきます。あとはこの金具周りだね、これ真鍮だと思うんですけど、まあピカールか何かを使って磨いてあげれば綺麗になると思うんですが、これはねでも変えちゃってもいいかな、こういう金属部分とかっていうのは。まあ使えるからね、もったいないか変えるのは。で、なんか特殊な形してるんで、使えるやつはちょっとこのまま使っていきましょう。やっぱりこういうのはね本当は変えたいんだけど、まあ別にここを封印しようかなって考えてるんで、別にそんなにね重要な部分じゃないんで、ひとまず作業続けていきます。はい、と思ったらちょっとね日が暮れてきておりますので、続きの作業はまた次回やっていきたいと思います。では次回にスキップ。はい、そんなわけで明くる日でございます。今日は外がね本降りの雨降っておりますので、続けてヘアストリームの回収作業やっていきたいと思います。雨の日は室内作業っていう感じでやっていきたいなと思うんですけど、ちょうどね、今日ぐらいから梅雨入りしたような感じがしますんで、これからは室内作業多くなっていきそうな感じがしますね。とりあえず現在こんな感じで扉を作ったりなんだりっていうのをやってるんですけど、このねシンク周りの板材全部きれいに磨いてワックス掛けしていこうかなっていうふうに思っているんで、それをやるためにはこの辺ちょっと邪魔なんですよね。なので一回このダイニングテーブル用のベースですね、これを取っ外しちゃってきれいに磨き直そうかなというふうに思います。で結構この辺の木材とかってのは傷んできてはいるんですけど、まあ使えないことはなさそうなんで、ビス関係とかを入れ替え補強しながらですね、ちょっと調整していってみようかなと思います。じゃあ作業続けていきましょう。スタート。
はい、今ですね1回目のワックス塗りが完了いたしました。まだね多少ちょっと塗りムラがあるような感じなんですけども、全体的にいい感じにね馴染んできたかなというふうに思います。ちょっとちっちゃめのビスとかが少し部材が足りないものがあるので、この後ね、ホームセンターの方に行きまして買い出ししてこようかなと思います。あとはこのベンチも今から直していくんですけど、どうかな、なんかいろいろと補強が足りてなさそうな感じがするので、まあベースはこのまま生かしつつ、この上でね飛び跳ねても大丈夫なぐらいの強度を出していこうかなと思います。簡単な部材調達がねまず最優先かな。とりあえず部材調達に行ってまいります。はい、そんなわけで部材一式買い込んでまいりました。続きの作業をやっていきたいと思います。はい、そんなわけで今ここまでね完成いたしました。主に行ったところはここの腐り落ちてた木をね新たに完全に作り直してですね、ベースのフレームはそのままなんですが、ここら辺の部材とあとはあの辺りに補強用の柱をね追加いたしました。あとはもともと乗っかっていたこちらのベニヤなんですけども、まあこう合わせてみてちょっとねサイズが合ってないですよね。後ろ側が隙間空いてたりとかするんで、まあとはいえこれを元の型として新しくベニヤを切っていきたいと思います。なんかねこういう感じで飛び出しちゃったりとかしてかなり不格好なんで、なるべくちょっとチリ合わせる感じでねいきたいと思います。じゃあ続けて作業いきますか。もう外はね真っ暗です。そんなわけで椅子がようやく1個完成いたしました。ただいまの時刻9時でございます。かなり時間かかりましたがお見せいたしましょう。はい、こんな感じでめっちゃ綺麗になりましたね。いやー時間がかかった。こんな感じだったらいいんじゃないでしょうか。はい、ここも今まで空いてたんですけど、まあ、開かない感じにしちゃいました。ただ今ちょっとねまだオイルが乾いてないんで、
早速座ってみよう。これを置いてね。よっこいしょ。あーすげえ、めっちゃ安定してる。すげえ、こんな感じなら全然大丈夫そうですね。で、気になってたこっち側がね、わずかに、まあでも、安定してますね。うん、この分だと大丈夫そうです。こっち側見てもらうと分かるんですけど、そこ何にも支柱が入ってないんでね、私が今座ってるこの場所座っちゃうと落っこちんじゃねえかなっていう風に思ってたんで、こことここに2本ばっかし支柱を追加してるんで、これでね大丈夫そうですね。まだちょっとねワックスが乾いてないんで、その霊が乾くのを待てば OK。 これで一応ね一箇所完成という感じでしょうか。もう一箇所ねこっち側にあるわけなんですけれども、とりあえずこれはね後日やりたいと思います。はい、そんなわけで本日は椅子1個完成させたということで、今日の動画はここまでにしたいと思います。本日の動画が面白かったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録まだ済んでない方は右下の赤いボタンからチャンネル登録していただきまして、そのからある通知設定もにしておいてください。あと合わせましてこちらですね、はい、Twitter、Instagram、ゆうじゃくの公式 LINE やっておりますので、こちらも合わせてフォローよろしくお願いいたします。合わせましてこちらも、はい、インパラキャンプのブログ、毎日キャンプ系の記事更新しておりますので、こちらも合わせて読みに来てください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。いやー、気の遠くなるような作業ですけれども、とりあえずねここにテーブルがまずできると、てか優先順位間違ったな。普通一番最初あっちの2段ベッドを先に作るべきだったんじゃないかなと思いつつ、まあ、あっち逆にある意味完成しちゃえばね、もう宿泊施設として運用しようと思えばできちゃうんだよね。まあいいや、とりあえずこれ完成させて次2段ベッドという流れでやっていきます。